ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は人間を殺している生物について話していこうと思うんだぜ。急に物騒な話ね。日本にいると、人間が生物に殺されるということはあまり馴染みがないけど、世界では日常的に起こってしまっていることなのかな。世に出回っているランキングを見るとあまり知られていない様々な危ない生物がいるし、かつ身近にいるような驚きの生物も上位にランクインしてるんだ。話のネタになると思うからぜひ聞いてほしいんだぜ。それではゆっくりしていってねー。人を殺している生物脊椎動物編。まずは百獣の王と呼ばれるライオンだ。今回の人を殺している動物と聞いて、真っ先に頭に浮かんだわ。ライオンは百獣の王と呼ばれる動物だな。野生のライオンは王という名にふさわしいくらい凶暴で凶悪な存在なんだぜ。野生のライオンはさすがに見たことないわね。ライオンは縄張り意識が非常に強く、縄張りに入った動物はたとえ同じライオンであろうと死ぬまで攻撃し続けるんだ。同じライオンでも容赦なしってわけね。攻撃性が強すぎるあまり、戦いの傷のせいでライオンの寿命は10年もないと言われるくらいだ。え、そうなの。ちょっとかわいそう。つい最近も、ある動物園で繁殖のために他の動物園から移ってきたオスのライオンが、一緒の部屋に入れた瞬間に、メスのライオンを噛み殺してしまった、なんてニュースがあったな。そういえばそんなニュースあったわね。もし人間が縄張りに入ったら、間違いなく噛み殺されてしまうわ。ライオンは、空腹時に餌が見つからないと人間の村を襲撃することもあるぜ。げ、ライオンに襲われたらすぐに食い殺されてしまうじゃない。動物園と違って野生では、ライオンが強者で人間が弱者なのねー。ライオンに襲われて亡くなってしまう人は、年間100名ほどだ。動物園の飼育員や、サーカスの調教師などが襲われるケースもあるらしいぜ。ある意味、危険な仕事なのね。寝てる時はでかい猫みたいで可愛いのにねー。次はゾウだぜ。ゾウというと穏やかなイメージがあるけど、動物園では常にトロンとしていたり、動きも遅いし、その巨大な体とのギャップで人気者よね。まあ、その印象も間違いないと思うぜ。だがしかし、野生のゾウと動物園のゾウでは、大きく違うってことを覚えていてほしい。野生のゾウは非常に凶暴な側面を持ち、その凶暴性を人間に向けることも多くあるんだ。タイとかでゾウの背中に乗っている人とかを見かけるけど、あれも結局は野生じゃないものね。ゾウは、その巨大な体を生かして時速 40km 程度の速度で走ることができるんだ。ボルト選手の速度が時速 45km と言われてるでしょ？じゃあ足場が悪いサバンナでゾウに追いかけられたら、逃げられる人間は一人もいないじゃない。ゾウの重い体重とも相まって、突進の威力は凄まじく。突進を食らったら車に乗っていても車ごと吹っ飛ばされてしまうらしいぜ。うげえ、怖い。でも、ゾウは、動物園では飼育員に従順な姿を見せている気がするけど。それはゾウが、非常に高度な知性を持っていて、味方だと認識した人には温厚に接するという特性を持つからなんだぜ。裏を返すと味方ではない。つまり敵だと認識した人に対しては凶悪性を向けるということだな。野生のサバンナにいるゾウからすると、人間は敵でしかないわけか。そりゃあ野生のゾウが人間に向ける態度は、想像できてしまうわね。年間で犠牲になる人は100人ほどらしい。ライオンと一緒だな。ゾウさんに味方だと思ってもらわないとね。次はカバだぜ。カバって言ったら、なんとなくぼーっとしているようなイメージよね。川辺でゆっくりと休んでいる様子とか、テレビでもよく映っている気もするわ。いやいや、それはカバの一面でしかないぜ。カバは実は縄張り意識が非常に強く、時には同じ群れの中で噛みつき合い、命を落とすカバもいるんだ。ええー、カバの体重は大きいもので2000キロを超えるから、その喧嘩の激しさは想像を絶するものがあるんだ。また、噛む力は約1トン。凶暴なワニでさえ噛み殺してしまうことがあるらしいぜ。あの硬そうなワニでさえ噛みちぎってしまうならおまんじゅうの私たちは一瞬ね。ああ、縄張りに入ったのが人間であれば、その人間も例外でなく攻撃されることになるだろうな。カバというとトロいイメージがあるが実はそんなことなくて、陸上では時速 40km で走れるのもあって、その突進から人間が逃げることはほとんどできないんだ。突進の威力は軽自動車に追突されるのとほぼ同じくらいってわけか。時には群れで襲ってくるため一度狙われたらまず助からないだろう。カバの縄張りに間違って侵入したことで、アフリカでは年間1900人も亡くなっているのが現状だ。カバは動物園でのんびり見ているのが良いわね。次に紹介するのはワニだぜ。ワニは非常に獰猛であり、人間を襲うイメージが強くあるわね。しかしイメージと異なり、ワニは滅多に人間を襲わないぜ。あ、逆に？ってことはワニは実は怖くない？
まあ、そう思いがちだが、残念ながらそうでもない。どういうことよ。実はワニは高度な知能を持っており、人間イコール銃を持つ危険な存在とみなしているため襲わないらしいんだ。あら、随分賢いじゃない。逆に言うと銃を持っていないと認識されたら最後、ワニにとって人間はただの餌としかみなされず捕まったら最後、食べられてしまうだろうな。アフリカで釣りに行ってくると言って出て行った人が帰ってこなければ、十中八九ワニに食べられたと思ってるらしいぜ。マジかよ。ワニ怖すぎー。ワニの速度は陸上で 50km 程度と言われていて、狙われたら最後、待っているのは死の運命だけだろうな。また、ワニの噛む力は動物の中でもトップクラスに強い。ほうほう。例えばイリエワニの噛む力は人間の約50倍だ。これは噛まれたらひとたまりもないわね。ちなみに噛む力が強いワニだが、逆に口を開ける力は弱いぜ。へえ、それはちょっと安心ね。中型サイズのワニの口を開く力がおよそ30キロ。成人男性の平均握力が45キロなのもあってちょっと勝てそうな気もするが、クロコダイルなどの大型種はもっと強い可能性もあるから、ワニに遭遇しても決して勝負しようと思うなよ。勝負しようだなんて思ってないわよ。全然、怪しいんだぜ。ちなみにワニによる死亡者数は年間1000人を超えるとされているぜ。釣りに行ったらワニがいて食われるなんて想像したくもないわね。釣りに行くときは気をつけないと。次はサソリだ。サソリって言ったら砂漠とかに生息して、猛毒を持つというイメージがあるわ。実は、毒を持つサソリというのは、サソリの中でも一部で、約1000種いるとされるサソリの中で、人間にとって毒を及ぼす可能性のある毒を持つのはわずか25種なんだぜ。そうなの？じゃあ 2.5% のサソリしか、私たちのイメージするような猛毒を持っていないの。そういうことだぜ。ちなみに日本にもサソリは存在するが、毒を持っている種はまだ確認されていないぜ。なんだ？心配しすぎたわ。安心じゃない。だが、その 2.5% のサソリによって、多くの人の命が奪われているということも事実だ。サソリによって亡くなる人は、世界で年間3500人に上るとされているぜ。めっちゃ多いわね。サソリが生活圏にいるとされる地域では、靴を履く前に必ず靴の中そして靴裏を確認し、靴を脱ぐときは靴の中を確認することでサソリ絡みを守ろうとする風習があるらしい。しっかり対策しても、年間3500人もの人が亡くなっているって考えると、サソリの毒がめっちゃ恐ろしいってことがわかるわね。次は犬だぜ。え？あの犬？犬が人を殺している？ちょっとびっくりしたよな。犬って言ったら可愛くてモフモフしたイメージで、多くの家庭でペットとして飼われているじゃない。人間と一緒に生活してたのに人間に害をなすようにはとても見えないわ。それもそのはず、日本では近年犬による死亡者数はほとんどゼロと言ってもいいぐらいだから、犬の怖さを知らないのも無理はないと思うんだぜ。じゃあなんで紹介したのよ。犬による死亡例の多くの原因は、犬に噛まれたことによる傷などが原因で亡くなっているのではなく、狂犬病というウイルスに感染することがほとんどなんだ。狂犬病とはコウモリや犬などが持つウイルスであり、これらのウイルスを持った犬に噛まれることで人間は狂犬病に感染してしまう。狂犬病に感染している犬は凶暴的になり、人に限らず全ての動物を噛もうとするので余計に感染しやすくなるんだ。人間が感染するとどうなるの？症状としては麻痺や神経錯乱などを引き起こし、最終的には死に至る。初期症状の時に治療しない限りは 100% に近い確率で死に至り、初期症状の時にさえ治療を施してもその生存確率は 10% 程度とかなり致死性が高いのが特徴だ。怖。コロナより怖いじゃない。しかも初期症状の時に狂犬病と診断するのは非常に難しいため、感染したらほとんど死んでしまうと言っても過言ではないと思うんだぜ。ギネスにも最も致死性の高い病気として認められているぜ。確かに、日本ではペットとして飼う犬については、毎年狂犬病の予防接種が義務付けられているわよね。あの予防接種は私たち人間を守るためにやっているのね。また、近年予防接種を受けていないような野犬を見かけることもほとんどないしな。でも、もし野犬に遭遇したらむやみに近寄ったりするなよ。狂犬病を起こした犬による死者数は世界で年間1万7000人にも上っているぜ。他の動物とは桁違いに多いわね。本当に、野犬に会った時はそっと離れるようにしないと。次に紹介するのはヘビだ。締め殺したり、毒によって人を殺したりするというイメージが強いわね。そのイメージはほとんど正しいぜ。毒に関して言えば、約3000種いるヘビの中で 25% のヘビが毒を持っている。
その数は爬虫類の中で毒を持つ生物の 99% は蛇が占めると言われているぐらいだ。ほぼ毒を持っているじゃない。また毒を持っている蛇の中には噛みつくのではなく毒を飛ばしてくるものもいて、約2メートル離れた的に正確に当てられるほどの正確性を備えている種もいるそうだ。見えないところからいきなり毒が飛んでくると思うとゾッとするわね。また毒がない蛇であっても決して安全というわけではないぜ。噛まれたら蛇の口の中に含まれる細菌が傷口から入り込み、感染症を引き起こすという可能性もあるし、何より巨大な体を持つ蛇だと人間を絞め殺し、丸飲みするということもある。え、ちょっと待って。絞め殺す？丸飲み？そんなでかい蛇がいるの？蛇の中でも締め付ける力が強いとされる。キング蛇という種は心臓が血液を送り出す力の約 1.5 倍の力で締め付けるんだ。そのため、もし人間が締め付けられたら、血液の流れが止まってしまい、すぐに死に至ってしまうだろう。蛇ってペットショップにいる小さくて可愛いものから、そんな化け物みたいなサイズのものもいるのね。怖い怖い。蛇による年間の死者数は約6万人と言われているぜ。ただし、その多くは医療機関などで適切な処置が受けられないような地域に住んでいる人だ。じゃあ日本は安心。とはいえ、日本にも毒を持つ蛇は多数生息しているから、注意するようにしてくれ。はい。人を殺している動物虫編。次からは虫シリーズを紹介していくぜ。虫に殺されるなんてことがあるのね。全然あるぜ。身近な虫もいるから注意してみてくれ。わかったわ。まずは蜂だ。蜂といえば日本でも怖がられている虫の代表格ね。最初に来ると思った。蜂による死亡例は蜂に刺されたことによるアナフィラキシーショックによるものだぜ。アナフィラキシーショックは蜂に2回目に刺された時に起こる。アナフィラキシーショックを起こすと命の危険性は高まると思うけど、それほど危険性が高いわけでもないんじゃない？よく蜂は1回刺したら死ぬと言われるが、それはミツバチだけだ。他の蜂は何回も刺すことができちゃうんだぜ。え、そうなの？また全ての蜂が刺してくるわけではなく、実際に刺してくる蜂は実は少数だ。極端に大声を出したり逃げたりしない限りは刺されることはほとんどないので、蜂を見かけても落ち着いて行動すれば基本的には大丈夫だぜ。それを聞いて安心したわ、よかった。蜂による死者数は年間60人とされている。さっきのワニとかヘビとかの人数を聞いていると少ないって思うけど、油断は禁物ね。次に紹介するのはサナダムシだ。サナダムシ、あまり聞き慣れない名前ね。実は霊夢の身近にいる可能性が高い虫の一つだぜ。サナダムシとは寄生虫の一つで主に人間の消化管の中に生息するものだ。え、それじゃあ気づけないわね。その体長は大きいもので10メートルにも及ぶとされ、非常に大きい寄生虫なんだぜ。サナダムシというのは様々な種があり、その種ごとに寄生する対象が異なっている。どういうこと？でか10メートルもあったら相当危険なんじゃ？その大きさゆえにサナダムシは必ず有害であると昔は考えられていたが、実はそうでもなさそうだって最近は言われているぜ。ふーん。じゃあどうしてサナダムシによって多くの人が亡くなってしまっているのかしら。それは本来人間に寄生しないはずのサナダムシが人間に寄生してしまった時、サナダムシは住んではいけない場所に住み着き、悪さをしてしまうからなんだ。本来人間の体の中にはいるべきじゃないってことね。サナダムシによる死者は年間で1600人とも言われている。怖い怖い。確認もできないからなおさら。お腹が痛いなって思ったらサナダムシを疑うことも必要かもしれないわね。次に紹介するのは海中だ。海中って何？海中はさっき紹介したサナダムシと同じく寄生虫の一種で、人間にとって最もありふれた寄生虫と言われているぜ。ほうほう。発展途上国などで多く見られ、先進国ではあまり見られないことが特徴だな。海中は小腸に多く存在し、海中のメスは1日に最大25万個ものの卵を産む。気持ち悪い。海中は1体ぐらいであれば大したことにはならないものの、数百体いると腹痛や嘔吐などの症状、そして栄養を海中に奪われることによる栄養不足などが起こる可能性があるんだ。海中はどこから感染するの？人の糞尿などから人に感染することが多いぜ。そのため、先進国であれば下水の処理がきちんとされているため問題にはならないものの、発展途上国などでは糞尿を利用した肥料を使っていたりすることがあるから、その肥料を使って育てられた野菜を食べることによる感染が主な感染ルートと言えるな。はぁ、これは回避したくても環境的な問題で回避できない人たちもいるわけね。アフリカなどでは寄生率が 40% を超えるとされ、貧困地域での感染が問題になっている。
全世界で8から10億人もの人が寄生されているとも言われているんだぜ。でも日本ではいなさそうだからとりあえず私たちは安心よね。実は、日本でも昭和40年代という最近になるまでは、国民の約4割が感染していたと言われていて、ある意味国民病のような感染症だったんだ。しかし、公衆衛生の向上した近年では、あまり感染事例は見られなくなっているようだな。海中による死者数は年間約2700人だ。今は症状は見られなくなっていても、過去に感染事例があるってことは今後感染する可能性もあるわけね。気をつけないと。次に紹介するのはセセバエだ。セセバエって見た目は普通のハエよね。そうだな。だがしかし、吸血性を持つという特徴があるハエだ。主にアフリカ大陸に生息し、種数が29種もあるという生息環境によって様々な進化を遂げているというのが特徴だぜ。何それかみたい。そう、基本的に蚊のように鳥類や哺乳類から血を吸うことにより栄養を取っているんだ。セセバエの怖さはアフリカトリパノソーマ症という病気を媒介するところだと思っているぜ。アフリカトリパノソーマ症？この病気はまだ予防法が確立されておらず、避けることができないものとなっているんだ。治療薬とかもないの？治療薬はあるものの、貧しい家庭が多いアフリカではお金がなくて、治療薬を飲めずに死んでしまうというケースが後を絶たないんだ。残念すぎるぜ。死者数は年間3500人にも及ぶとされているんだ。防げるものも金銭的な事情で防げないのは辛すぎるわね。次に紹介するのはサシガメだ。サシガメって、6000種以上が見つかっている多種多様な虫よね。カメムシ属で、カメムシと似た生態を持つのが特徴の虫よね。そうだ。カメムシと違うのは肉食である点だぜ。普段は小型の虫などを食べているが、稀に人間など哺乳類を刺し、血を吸うことがあり、この時に感染症を媒介することがある怖い虫だ。おとなしく小型の虫食ってなさいよ。特にジャーガス病というのを媒介することが多く、このジャーガス病という病気で多くの人が亡くなっているんだ。ジャーガス病は発病まで10年以上かかることが多く、母子感染や血液感染を引き起こすため、無自覚で病気を撒き散らしてしまうということがあるぜ。感染したら治療法はないの？明確な治療法はなく、体が弱っていくのを食い止めようとするしかないんだ。日本では海外からの感染例が報告されているが、感染が拡大した事例はまだないぜ。不幸中の幸いね。サシガメによる死者数は世界で8000人と言われているぜ。全然不幸中の幸いなんかじゃなかったわ。どうか人間の血を吸いたいって思わなくなりますように。次に紹介するのはサンドフライだ。なんだか美味しそうな名前ね。何を想像しているんだ。サンドフライとは人を刺すハエを刺すぜ。英語で書くとサンドフライだ。ああなるほど。フライがハエを意味するのね。サンドフライに刺されると1週間は猛烈な痒みを感じ、その後腫れてきて、1ヶ月は痛みが続くと言われている。刺された後の腫れは非常にグロいので調べる際は心づもりをしてみてくれ。絶対調べない。サンドフライはその毒性の高さから刺されるだけで痛いが、刺したサンドフライが感染症を媒介していることも多々あり、そのことにより多くの死者数を生み出すんだ。ふむふむ。例えば日本の縁。日本ではワクチン接種が進み、発症を抑えることができているが、ベトナムなどでサンドフライが日本の縁を媒介することによる感染が広まっているんだ。何か対策方法はないのかしら？基本的にサンドフライの対策は蚊の対策と同じだが、蚊の対策をいくらしていても刺されてしまうことはありますよな？私も毎年刺されて悩んでいるもの。そのためサンドフライを根絶するというのは非常に難しいんだ。死者数は世界で2万4000人と言われているぜ。刺されるのをゼロにするのはどうしても難しいものね。なんとかなればいいんだけど。次に紹介するのはカタツムリだ。カタツムリってなんとなく無害なイメージなんだけど。確かにカタツムリは人間に対して直接害を振るうことはないが、問題はカタツムリに寄生する寄生虫なんだぜ。また来ました寄生虫。カタツムリには実は様々な寄生虫が寄生していると言われている。有名なもので言うとカタツムリの角に寄生し、イモムシに擬態するロイコクロリディウムがあるぜ。ああ、聞いたことある。この寄生虫は人間に寄生すると脳や脊髄を食い荒らし、最悪の場合死に至らしめる可能性があるのよね。そうだ。カタツムリにイモムシはよくくっついているので寄生虫がイモムシに擬態されると気づかないんだぜ。また自分から触らなくても、野菜などについていたカタツムリが寄生虫を野菜に移してしまい、それを食することで感染につながるというケースもある。防ぎようがないじゃない。ハワイなどではカタツムリは危険生物と捉えられているぐらい、
世界的に今カタツムリに対する危機意識は上がっているんだぜ。カタツムリは年間で4000人を殺しているとされている。カタツムリに殺される人生だけは嫌だわ。野菜に食いている小さなカタツムリを誤って食べてしまう。ということもあるようだし、野菜はよく洗って食べるようにしないとね。次に紹介するのは蚊だ。蚊は言わずと知れた害虫の一つね。私も本当に悩まされているわ。確かに害虫っていう認識はあるかもしれないが、人間を最も殺している動物だというと驚かないか？え、それは驚きね。蚊は人や動物の血を吸うことで生きているが、血を吸う際に感染症を媒介する可能性があるというのが怖いポイントだぜ。ということは蚊が住んでいる地域によって媒介する病気は違うわけね。そうなるぜ。有名なもので言えばデング熱や黄熱病、マラリアなど危険な病気ばかりが並ぶ。特にマラリアは近年においても年間40万人以上の人が亡くなっているんだ。日本ではあまり危険な病気を持っている蚊はいない気がするわ。そうだな。そのため蚊をそれほど脅威がある生物として捉えられていない。しかし海外では蚊は命の危険を脅かす危険な生物とみなされているんだぜ。海外に行く時があれば日本の感覚で蚊を軽視することなく、しっかりと蚊に刺されないように対策することが賢明ね。蚊によって亡くなる人は年間83万人とも言われ、人間を最も殺している生物となっているぜ。蚊に殺される人生もごめんだわ。さっきも聞いたようなセリフだぜ。人を殺している生物番外編。次は番外編に行くぜ。言わずもがな我々人間について話していこう。え、人間？残念なことだが人間も人間を多く殺している生物だ。人間が人間を殺す理由は他の生物の生存本能と違い、自我という存在があることによることが多いみたいだ。ああ、戦争による利益を求めること、恨みや支援などによる殺人などが主な原因ってところかしらね。人間が人間を殺す数は年間で58万人とも言われ、残念なことにその4分の3が殺人によるもの、残りが戦争によるものと言われているんだ。え、蚊の次に多いじゃない。自我があるから生物の頂点に君臨している人間だが、そのことと引き換えに同士打ちを頻繁に繰り返していると思うとなんだか皮肉なものだよな。まったく、これは黙っておけない事実だと思うわ。他にも、サメがランキングに入っていなくて意外だと思っている人も多いと思うんだぜ。あ、確かに。実はサメも人を殺してしまうが、その人数は年間6人ほどだ。映画上手などのイメージで人を襲うようなイメージが強いけど、意外にもそこまで多くないんだね。あ、あと狼もどう猛なイメージがあるけど、今回は出てこなかったわね。狼は実は人間を襲うことはそこまで多くなく、年間に亡くなる人数は10人ほどらしい。まあでも、人数が少ないとはいえ、実際に亡くなっている人がいるわけだから、侮ってはいけないわね。当然だぜ。今回の話はどうだったか？日本にいるとあまり生物からの脅威を感じる機会は少ないが、海外、特に発展途上国や貧しい国においては今も他生物に命を脅かされているのが現状だ。海外に行くときは日本の常識を捨て、無害そうな生物にも命を脅かす脅威があるかもしれないことを、忘れないようにしないといけないと思ったわ。そうだな。くれぐれも油断することなく自分の命を大事にしてくれ。ということで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をポチッとしてくれたら嬉しいんだぜ。これからも面白い動画をたくさんアップしていくのでお見逃しなく。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。